再来年4月に開幕する大阪・関西万博には153の国と地域が参加する予定でメキシコは独自に建設するタイプ A のパビリオンを出展する予定でした関係者によりますとメキシコは参加を表明する国としては初めて撤退する考えを政府関係者などに伝えていたことが分かりましたメキシコでは来年6月に大統領選挙が予定されていて 結果が見通せないため万博の出展に必要な予算が確保できるか不透明な状況になっているということです万博参加予定国が撤退することになれば初めてのことで博覧会協会は今後タイプ A 以外の形で参加できないか交渉するとみられます